サギの作り方。260ピンクに90センチほど空気を入れます。7センチのバブルを1つ、15センチのバブルを2つ、これは耳です。ひねり合わせ、たらこひねりにしてください。5センチのバブルを1つ、これは首です。12センチのバブルを2つ、これは腕になります。たらこひねりにしてください。12センチのバブルを1つ、これは胴体です。絞りひねりを1つ。13センチのバブルを2つ作り、元の絞りひねりに絡めます。残りはしぼませてください。腕を、足のたらこひねりの間に突っ込みます。これで完成です。お疲れ様でした。